片町スクランブルナイト、続いては昼と夜の片町紹介でございます。はい、こちらにはシダックス金沢片町クラブから支配人の金村ひろゆきさんにお越しいただきました。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。パチ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 。皆さん気になるものを持ってきていただいたんですけれども、まず帽子気になりますけどね、はい、申し訳ありません。先ほどですね、厚手のけから、ありがとうございます。先ほどね、商店街の皆さんに被ったらって言われまして、遠慮なくお借りしていただきました。あ、なるほど。じゃあ普段から被ってるわけではないですね。そうですね、さすがにそれはね。でもね、このまま持って帰ってお店で被っててもいいですけれども。そうですよね。はい、はい。シダックス金沢片町クラブということで、はい、ね、前にもご登場いただいてはいたんですけれども、はい、支配人変わられてっていう感じ。そうなんです。いつからですか。今年の7月からですね。おお、はい、なるほど。じゃあかれこれ2ヶ月3ヶ月ぐらい。3ヶ月ぐらいですね。ですか。はい、まだまだ片町に来て、あの新参者でございますけれども、いかがですか、はい、片町。そうですね、最初はそのなんかね、この道が入り組んでて、うん、来づらいなと思ったんですけども、うんうんうん、ね、慣れたらね、皆さんやっぱり温かい人ばかりですし、意外にね、冷たいかなと思ったんですけど、お客さんが喋ってくれますし。もともとご出身は？出身はあの生まれは福井なんです。このね、変なイントネーションが。いやいやいや、お隣ですね。お隣です、うん。福井生まれの、そして今は富山に住んでて、はい、で金沢に勤務してるっていう、この北陸三県を本当に網羅してる感じですね。網羅して、ね、愛している感じです。ですね。そう、そんな、ね、はい、金村さんなんですけれども。はい。じゃあまず金村さんの PR 行く前にお店の話から伺いましょう。はい、そうですね。金村さんの PR もいろいろあるんですけど、はいはい、どんなカラオケ店なのかというところ。はい、シダックスはこの大きく分けると繁華街店、郊外店ってこの2種類に分かれるんですけれども、はい、まあ、片町は当然この繁華街店という位置づけになるんですけれども、はい、この繁華街店というのはこの週末がすごく忙しくなるお店、うん、そういう位置づけで、週末は忙しいんですけれども、はい、その平日ぜひ来ていただきたいということで、うん、今日はその平日のプランをあのお持ちしました。はい、はい、シダックスフードすごい力入ってますよね、うん、そうですね、もともとこのシダックスグループの創業があの食事から入ってるんです。うん、会社企業さんのあの社員食堂という形で、はいはい、シダックスのスタートになってるんで、うん、まあ、食からスタートしてるんで、もう食べ物は、うん、あの美味しいと思います、ね、めちゃめちゃ美味しいんですよね、はい、そこがポイントで、かつ平日のお得なプランがあるということで、うん、はい、はい、名付けて、名付けて、パーティープラン、はい、秋色のパーティーコー ス、はい、はい、これは今実施してる宴会コース、これ3つ3本立てになってるんですけれども、はい、3800円のコースが2つと、はい、2800円のコースが1つ、はい、でおすすめはこの一番上の極み和のコースというやつで、はい、普通週末はもう飲み放題だけで3750円するんですけれども、これはあの3800円でもう食事と3時間のルーム代もついてきます、うん、でさらに1000円プラスしていただくと飲み放題もついてくると。この下の方にね、うん、その1000円プラスで飲み放題、はい、はい、赤い字で、はい、はい、書いてあります。これはお酒もソフトも全部飲み放題になります、はい、これめちゃめちゃお得なコースです。うん、そう、本来なら居酒屋行ってシダックスでカラオケって二次会的な感じですけれども、うん、もうシダックスで1時間2時間含めてやっていただけると、うん、そんなプランになっております、うん、ですよね。ルーム3時間でお食事と飲み放題ついて、はい、飲み放題つけると4800円、はい、でさらに1週間前にご予約いただくと10% 引き、さらにお得なのも、はい、さらにさらに今日ねキラーのこの画像を見てきましたといえばにも 20% 引きさせていただきます、本当ですか、はい、スクランブルナイトを見たら 20% オフ、はい、今これリアルタイムで片町キララのビッグビジョンにも流れてます、ね、流れてるんですよね、はい、はい、なのでビッグビジョンでご覧になってる方、今からシダックス行って、はい、スクランブルナイト見ましたって、今日はですね、今日の今日で、まあ、準備できるものもあるんですけれども、今日の今日 OK なのは2800円のカジュアルスタイルコースか、はい、これならいけると思うんですけれども、ちょっと、はい、品物はね変わる可能性あるんですけれども、あ、そうね、まあ、ご予約、ね、見たって言ってご予約いただくだけでももう 20% 引きさせていただきますんで、はい、ぜひじゃ あのご予約の際にはスクランブルナイト見たでね、うん、ご予約していただきたいなというふうに思います、はい、すごい和とからアジアンとダブルコース、はい、そうなんです、ね、和はね、鳥と牛とうなぎ、はい、この3つがもう楽しめちゃうんです。がっつりですね。がっつりなんです、はい、でアジアンはあの今回韓国料理で、はい、あの統一したチヂミとか、ね、サンベガンとかプルコギとかですね、うんうんうん、はい、
薬膳ビビンバとか冷麺とかもありますんでね、はい、そう、健康にいい食事になってますんで、ぜひ利用していただければと思います。まずはパーティーコースご紹介いただきました、はい、これ夜おすすめですね、はいはい、そして平日の昼ですね、はい、はい、実はシダックスランチもやっておりまして、はい、580円で、ランチが食べれます。ほう、でこの580円でランチを頼んでいただくと、お部屋代も1時間無料になるんです。だ本当に580円だけでランチを食べていただけるという形になってます。はい、はい、そして、ランチを食べていただくと、このスタンプがたまっていくんですけど、うん、本当は10個、スタンプ貯めて1食無料なんですけれども、これもあの今日来ていただいた見ていただいた言えばですね、あの5個もう押してあるやつをお渡ししますんで半分でいい、はい、すごい、もう5回来ていただけば1回完全に無料なんですよ、ね、お食事代無料で1時間も無料になるというふうになりますんでね。メニューもたくさんありますね、はい、これ全部この中から選べるということですか。そうですね、はい、で10月11月限定ってもあるんですけれども、はい、まあ、今ねあの、うん、サンマが今年は臭くない、取れてないんですよ、取れてないんですよ、で今やっぱりサンマがすごく出てるんです。でサンマ2種類ありまして、はい、下の方行っていただいてですね、はい、サンマのフライ丼とフライ定食と、おお、一番下の列の真ん中2つですね、はい、これが今一番人気、ね、はい、2本立てになっておりますんで、はいはいはい、フライも結構大きいんですよ、もうサンマですんでね、30センチぐらいある、あ、もう一尾丸々頭落としてぐらいな感じ。そうなんです、もう切らないで出してますんでね、うん、もうかぶりついて食べていただきたいと思います。すごい、お味噌汁やご飯もついてということですかね、こちらの定食だと。そうですね、はい、これデザートもつくんで、デザートとドリンクもいっぱいつきます。はい、これで580円なんです。お得お得なんで す, です、ね、意外に皆さんね知られないと思いますんで、はい、ぜひ食べに来ていただければと思います。すごいな、だって、ね、これ以外のメニュー、フードメニューもものすごいことあるじゃないですか。そうですね、トータルであれメニューで言ったら何種類くらいあるんですか。ですね、あのしその同種類の違う種類とも含めるとだって100種類近く100なりますね。すごい、はい、もうワッフルだけでも6種類とかあったり、はいはいはい、ピザだけで12種類とかね、はい、ありますんで、すごい、ぜひねぜひ、フードも充実、うん、飲み放題も OK で、うん、プラスアミューズメントも行けちゃうと、はい、ね、カラオケも行けちゃうわけですから、はい、そうですね、はい、歌い放題ですからね、えご利用いただきたいなというふうに思います。思います。でこの片町クラブ、金沢片町クラブの特権といいますか、はい、特徴的な部分、はい、これがね、うん、あるわけですよね。はい、実は私がですね、はい、この北陸で活動する演歌歌手でありまして、うん、さらにですね、歌の教える講師の資格もありまして、はいはい、お部屋に呼んでいただければ無料でお歌いしますと、そして歌も教えちゃいますと、歌唱指導をしていただけるはい、こういうすごい特典もありましたね、はい、実際に、はい、今日実を持ってきましたね、うん、これ証拠でございます。すごいね、素晴らしい、はい、歌唱指導、はい、講師、資格証っていうね、はい、はい、これ見ていただく方が見ると分かるんですけれども、はい、この5人の作曲家作詞家のですね、はい、あの確認が入ってるんです。ああ、源哲也先生、徳久浩二先生、ね、前田俊明、里村隆一先生、そして加納源大先生、はあ、これ今一流の、ね、演歌歌手坂本冬美さんや、ね、はい、氷川きよしさん、そのいろんな方の歌を作ってる先生方の5人の承認の入った指導書ですので、はい、なかなか素晴らしい、自分で言ってますけれども、いやいやいや、だってやっぱ文言ちゃんと読むと、うん、グランドチャンピオン大会に3年連続出場、はい、そうなんです、チャンピオン大会じゃない、グランドチャンピオン大会ですから、そうなんです、しかも3年連続なんですよ、これ1年空けてもまず最初からやり直さなきゃいけないという、はいはいはい、はい、まあ、言ったら殿堂入りみたいなもんですよね、うん、そうですね、石川県でも2人、富山県でも2人しかいませんのでね、これを持ってるとは、はい、そんな歌唱指導をしていただける先生がシダックスの金沢片町クラブにおいでる、はい、ね、もう皆さんに無償で教えいたしますんで、はい、はい、これまだねご存じない方いらっしゃるんじゃないでしょうか ね、うん、ね、そうなん、実はあのお店にも、うん、あの先週ぐらいからやっとあの教えますよっていうこのポップを貼ったところですんでね、うん、はい、ちょっとあの恐縮なんですけど、はい、アカペラで申し訳ないんですが、うん、はい、なんかこう一声お聞かせいただいちゃってもいいですか。はい、じゃあせっかくで自分のデビュー曲歌ってみましょうか、はい、お、何ていう曲、立山連峰という歌でですね、はい、これはあの大きな立山連峰、壮大なですね、うん、立山連峰の景色と、うん、この一人の人間と の, この掛け合いの歌です、うん、この小さなね人というちっちゃな存在が夢を叶えてやるんだってね、立山連峰に向かってこの
訴える、そのそういう歌でございます。ちょっとじゃあいいですか、一つ一節お願いします。高くそびえる山ゆえに、どこまでいけばいいですかね。もうちょっと歌っていただいてもよかったですけど、すごいもう、はい、このね触りを聞いただけでも、うん、はい、もうなんかマイクこう離れててもポンって声が乗っかってる感じですもんね、うん、ちょっと鳥肌が立ちました。本当ですか、見せてもらっていいですか。あ、はい、すみません申し訳ありません。これよくスタッフに見られると怒られるんです、こういうのはね。これあの、はい、どんな方でも指導していただけるんですか。はい、まあ、専門は演歌ですけれども、ね、ポップスでも何でも教えいたしますんで。林地下、はい、いつも18番って何なの。何の歌あるんですか。そうですね、前回のね、この間の花水木を、人とよさん、人とよさんの、はい、はい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 、そう得意としております。この流れから言うと、人さん一節ちょっと、一節ちょっと歌っていただきたい。ちょっと指導していただくということで、そう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 、ちょっとこうした方がいいんじゃないかっていうアドバイス。じゃあはい、はい、聞いてみたいです。なんか緊張しますか。さあ、はい、はい、はい、うー薄紅色の可愛い君のね、果てない夢がちゃんとっていう感じです。いやもう可愛いです、まず可愛いです。人の前に、はい、人の前にまず可愛いです、はい、もう教えなくてもいい感じでしたけども。ね、お歌の後にこう指導してもらうためのそうです、ね、あのビフォアだから、はい、私ちょっと悩みとしては声量が少なかったり声が震えてしまうっていうところがあって緊張してしまうので、はい、何かいいアドバイスというかあれば、はい、そう僕もそれ今言おうと思ったんですけども、はい、その声量が、はい、あの弱いんでこの声が震えてきたり、うん、音程が不安定になったりするんですよ、はい、なんでまず一番やるべきはこのブレスですね。ブレス、息をしっかり吸い込んで吸い込んでから歌うと、その深呼吸してもう入らないなってぐらい の、はい、あの息を吸ってまず第一声を歌っていく、こういう練習をしていくと、はい、あの声が自然と安定してくるん で、はい、で声をこの例えばマイクがあると前の声は見えないですけれどもね、はい、この前に声をぶつけていくような感覚で思いっきり息を吸って歌っていく、はい、そうするとあのおのずと声量少しずつ少しずつ上がっていきますんで、はい、まずは息をしっかり吸うことですね。息をしっかり吸う、はい、フレーズが済んだらまた息を吸う、はいね、この繰り返しですね。うん、この一生懸命になるとですね、息をするタイミングがですね長くなったりして息切れを起こしたりもするんでね、この息を吸わなきゃいけないんだって意識を常に持ちながら持ちながら歌うと、あの貯蔵タンクに空気を蓄えながら、ね、蓄えたままで歌っていくみたいな、そんなイメージですかね。腹式呼吸と言われるそうですね、本当は鼻と口と両方から吸えるといいんですけれども、うん、瞬間的にっていうこういう感じですね、はいはい、どうしてもっていう感じですのでね、うん、普通の人と ね、これを 鼻からも一緒に吸う感じで、で胸は動かさないで一瞬間的に吸う感じですねっていうですね。で吐くのは口から、吸うのは両方から、こういう練習をすると、ね、あの腹式呼吸とかできてくると思います。ちょっとそれを意識して、はい、もう一回花水木をちょっと待って、そこ意識して、はい、そのまでもう一番最初にこう息を吸って吸って、そうですね、もうこれ口を冷めれないんだってぐらい で出していく、はい、ちょっといきますね、はい、薄紅色の可愛い君のね、どういう感じでしたかね。だいぶ分かりました、分かりました、分かりました。でこの力が自然と入るんで、これのフレームも自然と弱くなってくる、はい、ね、収まってくるんですよ、はい、すごい、はい、楽になんかこう喉から声が出たという感じになりましたね、はいはいはい、ね、こうやってちょっと見ただけでも、うん、ここをこういう風にすると良くなりますよっていうのがパッてすぐ分かるんですもんね。そうですね、 なんとなくやっぱり分かりますね。もうさすが歌唱指導講師グランドチャンピオン3年連続はい、いやぜひね、じゃあ、 あのシダックス金沢片町クラブにお出かけの際は、はい、先生お願いしますと、はい、先生別料金ではない、もう大丈夫です、無料で行きます、はい、これすごいわ片町しかないですもんね、これはね、そうですね、もう、はい、もうぜひ来ていただければと思います、はい、うん、ということで、うん、ではですね、ちょっとお店の基本情報をね、ちょっと改めてご紹介いただこうと思うんですけれども、はい、営業時間等々ですね、
前日、年間お休みなくですね、年中、うん、年中無休か、はい、言葉がなんか最近なかなかですね年中無休で朝11時から翌朝5時までが営業時間であります、はい、うん、でもずっと先生いるわけじゃないでしょ。そうですね、もうこれはもう当たり外れになりますんで、ね、じゃあ巡り会えた時に教えてほしかったらみたいな。はい、そうですね、ですね、はい、もう事前に言っていただければね、ええ、もうその時間に合わせて出勤しますんで。おお、なるほど、はい、あと先ほどご紹介いただいたパーティーコースの予約などなど、はい、ね、お問い合わせ先ちょっとねご紹介をしておきましょうか。はい、はい、お電話番号はですね、はい、076-223-0330、ね、はい、ファックスは、076-223-0331になります。はい、はい、祭り違いでございますけれども、はい、シダックス金沢片町クラブ、ぜひぜひ、はい、ぜひ予約いただきたいと思います。お出かけいただきたいなと思います。じゃあね、まあ、忘年会シーズンも近づいてまいりました、うん、最後、はい、カメラに向かって、はい、社会人から一言お願いします。はい、皆さんとお会える日会える日を楽しみにしております。ぜひ足を運んでいただいて、たくさん歌いに来ていただきたいと思います。はい、そして立山連峰ほか、ね、CD の方もよろしくお願いします。はい、カラオケにも立山連峰入っておりますので来た時には歌っていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでシダックス金沢片町クラブから支配人の金村博之さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。